SDGs。 レッツ SDGs。 こんにちは。春の日差しと花の便りが待ち遠しいですね。アラブンチエリアの梅の名所といえば田畑さん、湯島天神ですよね。はい、 TCN では梅祭り期間中、開花状況がわかるライブカメラを設置しておりますので、ぜひご覧ください。今回は銭湯の話題からお送りします。風呂桶、手ぬぐい、そして子供が喜ぶアヒルさんたちです。田畑さんは銭湯に行くことありますか？子供の頃はよく家族と出かけてました。浴槽に浸かっていると知らない方ともたくさんお話ができて、すごく楽しかったことを思い出します。その銭湯がどうして SDGs なんでしょうか？銭湯は SDGs。 きっかけは去年この番組のロケで出会った銭湯の若旦那さんの一言でした。僕は銭湯も SDGs の一つだと思っているので、もう一度長谷川さんに会いに行きました。西尾久の空に立つ煙突を見上げながら歩くと、ありました、千代の湯さん。長谷川さん、お久しぶりです。田畑さん、お久しぶりです。わざわざ寒い中、ここまで来ていただいてありがとう。長く地域の皆さんに愛されてきた千代の湯ですが、先代の店主の年齢などの理由で廃業の危機がありました。そこで銭湯好きでここにも通っていた長谷川さんが2021年脱サラして運営を引き継いだのです。自分がやることによって一件廃業が防げるのであれば、まあ、町の人たちも喜んでもらえるかな。脱衣所に置かれている千代ノート、ここがお客さんに愛されている様子が伝わってきます。さてさて、銭湯の SDGs とは？ SDGs もあの人と国の平等とかっていう項目があると思うんですけど、お客さん同士が会話してるのとか聞くと、なんかもうやっぱ人としてそこにあんまり不平等っていうのはない。大きく見るとそこっていうのはすごく大きいかなとは思いますね。全員が全員自分の家とかでお湯使うとか水使うってなると、まあ、消費量って激しく大きくなると思うんですけど、もうこうやって銭湯とかでみんなで入って使うってなると、そこは一つ SDGs に参加できてるところになるのかなとは思いますね。他の銭湯ではどんなことを考えているのかな。お台銀座にある梅の湯さんにも伺いました。8年前にリニューアルして、サウナや露天風呂を備えたランナーホラーさんに生まれ変わりました。3代目店主の栗田さんは30代、銭湯文化の残る町荒川を大切に守り続けたいと考えています。現在営業している銭湯は17軒になっていて、まあ、年々ちょっとずつですけど、やっぱり銭湯は少なくなっているというのが現状です。まあ、いろんなイベントをやったり、あとは営業時間外にイベントを行うことで、まあ、銭湯がここにあるよっていうのを知ってもらったりしてます。健康な体作りっていうのがすごく効果がある。災害とか何かあった時に、まあ、そこにこう集まるとか、地域の、まあ、皆さんがこう共通で分かる場所として存在であるとは思います。日暮里駅から徒歩5分の斉藤湯さん、9年前にリニューアルし駅近ということもあり、電車で訪れる人も多いそうです。スペシャルレディースデーっていう実施をしてます。高濃度炭酸泉にはバラの花を、露天風呂にはキャンドルサービス、そして男女平等的な感じで皆さんに喜んでいただけたら。セレブ的な感じですかね。わかります。町屋の野崎浴場さんは昭和の懐かしさが残る銭湯。施設の老朽化と高齢を理由に3月で店を閉めることになりました。閉店を惜しむ常連さんたちがありがとうさよなら会を開いてくれます。撮影会やブラスバンドの演奏、そして風呂用具のリサイクル、これは SDGs ですね。
店を辞めないでくれっていう人とご苦労さんっていう人が大体四分六ぐらいで、そういうの結構盛り上げてくれますんでね、まあ、ちょっと安心してるんですけど、最後まで、気を抜かずいいお風呂を作りますので、3月31日までおいでください。荒川銭湯では4カ所に入ってスタンプを集めると記念品がもらえるスタンプラリーをこの時期実施しています。田畑さんに代わって私が入らせていただき、千代の湯のポゴールの湯、梅の湯の高濃度水素風呂、斉藤湯のシルキー露天風呂、野崎浴場の熱々の伊予寒湯で整いました。そして記念品のタオルをゲットしたんですが、毎回人気のこのイベント、なんとこの番組の制作中に在庫がほとんどなくなってしまったそうです。皆さん次回チャレンジしてくださいね。まだまだ寒いこの時期、銭湯の良さを見つめ直したいですね。健康、エコ、そしてコミュニティ、日本人ならではの SDGs、 銭湯文化を守っている人たちの思いにたくさん触れました。これからも多くの方が銭湯に足を運んでいただけるように、楽しさや魅力を発信していきたいと思います。銭湯で SDGs。 アラムンチュアリアに残っている銭湯、文京区で4軒、はい、千代田区で3軒なんです。これを残すためには、私たちが銭湯に出かけることが一番なんですね。ですね、私も近くの銭湯に行ってみたくなりました。そう来なくちゃ、はい、文京区と千代田区の銭湯もいつか訪ねていきましょうよ。いいですね。続いて SDGs 絵本紹介の第2弾です。子どもたちに SDGs を伝えるには絵本が一番なんです。絵本で SDGs 推進協会代表理事で絵本専門誌の朝日ひとみです。当会が出版した絵本で学ぶ SDGs です。この中からおすすめの本を SDGs のゴールに紐付けて紹介しましょう。おばあちゃんとバスに乗って、種の話、人体ジェットコースター、ひらがな日記、世界で最初にズボンを履いた女の子、水を汲むプリンセス、始まりは焚き火、棚からぼた餅、月とアポロとマーガレット、ジュリアンはマーメイド、僕の街を作ろう、ポリ袋1枚捨てた、北極熊くん大丈夫、この穴なんじゃ、消えゆく動物たちを救え、世界の人々、好きなこと、苦手なこと、2回にわたって SDGs に関する絵本を紹介しました。お子さんの SDGs の心を育んでみてはいかがでしょうか。それではさようなら。 SDGs のゴールを1から順に確かめながら、表紙から内容をイメージできて楽しかったですね。そうですね、SDGs は敷居が高いと思っている方の入門編としても絵本は最適だと思います。ですね、はい、さて次回は3月20日からの放送です。文京区の慶華女子中学高等学校で学校ぐるみで SDGs を進めています。お茶の水女子大学のお茶 SDGs の学生さんたちがウクライナ侵攻1年おきに平和について考えます。次回もぜひご覧ください。それでは最後にレッツ SDGs。 さようなら。